こんばんは。こんばんは。さあ、今夜も滋賀を元気にするためのゼミナールを開きます。さあ、滋賀を元気にするにはまず滋賀のことをよく知ることからということで、今日はこちらのデータから参りましょう。はい、はい、滋賀県のこの将来推計人口のデータになります。滋賀県は全国でもこの珍しい人口増加県として注目を浴びていたんですが、現在は人口減少局面に入っています。2045年までにおよそですね、こちら15万人減るだろうとされているんですね。うん、まあ、全国的にも人口は減少していて、都心部と地方との二極化が問題になってますよね。そうなんですね。あの、滋賀県内でもただこの人口減少、市町で差が見られるんですね。うん、今度そのデータをご覧いただきましょう。はい、はい、この、将来推計人口、これ市や町ごとに見ていくんですけれども、2015年をこれ基準とします。では年を進めていきますと、まず2020年多くの地域で減少しているんですね。うん、そして2025年、2030年、これ赤系統の色になるほど人口の減少が激しいということになるんですけれども、はい、多くの地域で 90% を下回りました。うん、そして2035年、2040年、はい、こちら赤の色が目立ち始めましたね。 80% を下回る地域というのが目立ってきています。そして2045年、まあ、ほとんどの地域が赤色という中でですね、うん、今よりも人口が増えているという地域もあるんですね。湖南地域のこのこちら草津、森山、栗東、そして湖東地域で頑張っているのがこちらですね、愛荘町ということになります。うん、はい、それでは人口減少の局面に人口維持が期待される愛荘町から滋賀創生に向けてのヒントを探りましょう。今回のゼミナール講師は愛荘町の有村邦友町長。有村町長は愛荘町で生まれ育ちました。会社勤務や姉の有村春子参議院議員の政策秘書を経て、今年3月に愛荘町町長に就任されました。有村町長、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず早いですね、町長になられて半年が過ぎましたが、今のお気持ちとしてはいかがでしょうか。はい、あのこの春でございました、本当に大きなお力をですね、多くの方々からいただいて、この任に今つかせて、まあ、早6ヶ月でございますが、本当にあのやりがいを感じながら、自治体の町というのは、まあ、おぎゃーと新たな命が誕生されて天寿を全うされるまで、その人生のすべてに寄り添いながらというのが自治体でもございますので、本当にあのいろんな人生をですね、大変感謝をしながらですね、今ご一緒させていただいて、これからのまちづくりをしっかり力強く進めていこうと、そういう思いで一日一日業務に当たらせていただいております。あと町長、先ほどあのプロフィールのご紹介の中で座右の銘が英語ということで気になったんですけども、あれはどういう意味を。はいはい、ジャック・ウェルチ、元 GE の CEO でございますね。あの Control your destiny or someone else will ということで、本当にあの自らの未来は自らの意思でしっかりと切り開いていく、その境地を持っていくことが大事だと。これはあの自治体ももちろんそうでございますとともに、個人もなんですけれども、やはり主体的な意思を持って、自らの街であったり人生を切り開いていこう、そういうことを教えてくれる一文であるなというふうに思っております。まさにね、もう若き町長がこれからの愛荘町の未来を今切り開いていこうというところだと思うんですけど、はい、改めましてこの愛荘町の概略につきまして町長から教えていただけますでしょうか。はい、愛荘町は琵琶湖の東部ですね、湖東地域に、あります町でございまして、人口で約2万1000人、おります。鈴鹿山系からの、水に本当に恵まれた地域でもございまして、歴史的にもこの水との関わりの深い、まあ、産業であったり伝統や文化、そして、まあ、お米作りから農業ですね、そういうものを持っている、そしてまた人口も非常に増えている、非常に活気のある、町でもございます。本当に、ね、四季折々の豊かな風景を見せてくれる場所でもありますよね。はい、さあ、そして今日ね、町長のこの机に置かれていますのがこの色鮮やかな瓶手まりですよね。町長、この瓶の口よりも大きな手まりが入った瓶細工手まりは、愛荘町の旧越川地域に江戸時代末期に伝えられた手工芸であります。現在保存会の皆さんがその技術と思いを守り伝え、町のシンボルというふうにもなっています。
さあ、そして食の方でも大いに PR したいものがあると伺っています。はい、もう一つ、これから旬の時期を迎えてまいります。畑庄の山芋であります。この畑庄の山芋の生産拡大はもちろんなんですけれども、地方創生事業を活用した新たな商品開発に取り組みまして、山芋ジェラートを開発をいたしました。さて、スタジオにはその山芋ジェラートをご用意しました。ということで松永さん、はい、食べてみてください。では早速ちょちょいただきます。すごい畑庄山芋って粘りがね、ちょちょすごい特徴でもあるんですけど、どんな味なの？すごい気になる。さっぱりした甘さですよね。あと山芋の食感がこれ少し残っているというイメージですよね。はい、うん、すごい美味しい。あ、このちょっと見える茶色っぽいものが山芋なんですか？山芋なんですよ。山芋が入ってまして、たくさん入ってますね。結構入ってますよ。美味しそう。ちょっとどちらで買うことができるんでしょうか？はい、はい、ちょうど古都三山スマートインターチェンジを降りていただきまして、はい、すぐにあります愛荘町の観光物産施設であります古都三山館愛荘でですね、販売をいたしておりますので、ぜひお召し上がりをいただきたいというふうに思っております。そうですね、畑庄山芋を広く知っていただくためにもぜひね、きっかけにもなりますよね。はい、ありがとうございます。はい、さあ、改めてこの愛荘町なんですけども、番組冒頭でも今日ご紹介させていただいたんですが、人口がね、こう増え続けると予想されているんですよね。はい、そうでございます。現在なんですけれども、愛荘町この9月の末で21,354名の方がお住まいになっていらっしゃいまして、愛荘町が誕生した平成18年から約1300人増加をいたしております。この人口増加の背景なんですけれども、やはり製造業の優良企業の方々がご進出をいただきまして、伴いまして住宅地の開発、そしてこの結果を得ながらですね、直近では合計特殊出生率も 1.86 ということで、国や県の平均を上回っているような状況でもございます。それに伴いまして、やはり子どもたちも増えておりますので、子どもたちの小学校であったり、この今増床をしておりまして、学習環境の整備に力を入れている、そんな町でもございます。やっぱり町長、子どもが町に増えると活気が出ていいですよね。本当におっしゃっていただく通りでございまして、やはり子どもの笑顔とか、話し声というのは、やっぱり周りの大人たちを元気づけてくれるなって、子どもの存在そのものがですね、町の将来であったり活気に直結する、そのように考えてもおります。はい、はい、さあ、そんな世界でね、本当に活躍できるような子どもたちもたくさん育ってくれればいいなと思うんですけども、その教育の部分でも、先ほど町内にね、有力な企業が進出されているというお話もありましたけれども、はい、いろいろこう組み合わせようっていう狙い、取り組みも進めてらっしゃるとか。はい、はい、そうなんです。町内にはやはり世界を視野に入れながらですね、ビジネスに取り組んでおられます企業さん、本当に多くおられます。その方々が世界の何とこう対峙をしながら、どのように自社のビジネスを進めていくか、その方々が見てらっしゃる視点というのを、やはり町内の子どもたちにぜひ共有をいただきたいということで、今出前の事業であったりですね、さまざまな分野で町内の企業の方にもお力をいただきながら、子どもたちが生き抜く力ですね、そこをぜひ強化できるように、学習環境の強化に今取り組んでいこうというところでございます。非常にね、そういった子どもたちが将来どんな夢を抱くか楽しみなところでもあるんですけれども、その他にも今後力を入れていきたいというような分野はありますでしょうか？はい、この8月に、実はオープンをいたしまして、今さまざまな施設がある中でも絶賛の、売り出し中の施設でもございます。これがちょうど中山道の越川宿にあります、街道交流館越川ふれあい本陣というものをオープンをさせていただきまして、さまざまな町内の方であったり、また町外の方であったりっていうのが体験をしながらですね、交流をできる、そんな施設を現在目指しながら進めております。町長自ら絶賛売り出し中というお言葉をいただきました、うん、そんなところが気になりますね。その越川ふれあい本陣の様子を取材しています。 VTR をご覧ください。越川ふれあい本陣は中山道越川宿に立つこちらの建物が目印。旧近江銀行を再整備して情報発信施設として生まれ変わりました。近代建築の様相を残しながら、町の歴史や伝統、文化を伝えるだけではなく、町の観光情報も手に入れることができます。この施設は愛荘町の、その中でもその観光の拠点となる施設だと思っております。
で、こちらに見えるのが情報発信施設という施設で、愛荘町の歴史、文化、それから観光、そういった情報を発信していきたいと思っています。敷地の中のその中央になるのが和みカフェといいまして、まあ、飲食を通じて地元の方たちとのコミュニケーションを図っていくという役割を果たしていきたいと思っています。ご近所の方がモーニングとかをために来られております。皆さんおしゃべりしながらゆっくり時間を過ごしてくださっているように感じております。こちらのモーニング、ドリンクの料金のみでトーストやゆで卵などがサービスでついてくるんです。その他のメニューもお手頃価格で気軽に立ち寄ることができますね。アットホームでリーズナブルなお店です。ぜひお越しください。そして一番奥に見える施設が体験交流滞在施設ということで、まさしく名前の通り、あそこの施設の中で体験と交流をしていただくと、それと宿泊をしていただくという施設なので、観光とあと地元の方のコミュニティという2つの面を持った施設だと思っています。宿泊施設としては4畳半から6畳程度の広さの部屋が6部屋、素泊まりで洗面所やシャワーは共用ですが、とてもリーズナブルに宿泊することができます。でも地元の方のコミュニティ、地元の方に使っていただく施設プラス観光の拠点という形にしていきたいので、両方をやっていきたいんですけども、まずこの 1,2 年はまず地元の方に知っていただいて、地元の方に利用していただくことに力を入れていきたいと。来年4月から宿泊が始まりますので、今度はその地域外、町外に向けていろいろ発信をしていって、観光客の誘致ができればより一層いいのかなと思っています。近所にこういう施設ができていかがですか？嬉しいですね。だから大切にしたいね言って、まだちょっと昔の雰囲気が大事に残されているので、いいですね。考え方として VTR を拝見して非常に大事だなと感じたのが、いきなりこう外に発信するのではなくて、まずこの、ね、地元の方に知っていただくっていうのが、非常に大事なんだなと僕感じたんですけれども。そうですね、地域の方の交流拠点にもなりますし、そして観光で来られた方は本当にリーズナブルに泊まれるとあったら、本当にいろいろなところをじっくり見られる観光の拠点にもなりますもんね。ちょっと本当にこの可能性のある施設、そして地域の中心ともなりそうな場所ですよね。はい、本当にそのようにおっしゃっていただけると大変ありがたいというふうにも思ってます。また愛荘町、人口が増えているというのは、これ愛荘町を選んでですね、移り住んできてくださっている新住民の方々も多いという部分でございます。そんな方々が私たちが選んだこの愛荘の町っていうのは、歴史や伝統、また人の交流ということをしっかり大事にする自治体なんだなというふうに思っていただける、そのことが大変大事であるというふうに感じております。なるほど。やっぱり新しく移り住んだ方がね、地元ってどんなところなんだろうって、これ知るっていうのは本当に大切なことですよね。愛着を持つというところですよね。さあ、そしてこの宿場町をはじめとするこの地域なんですけれども、旧越郡役所、こちらも一つ注目ですよね。はい、今の越郡ということなんですが、実はかつては永源寺から今の稲井地区までを含めた、部分が旧の越郡という歴史がございます。その中心として象徴的にもありましたのが、この旧越郡役所というものでございます。この建物をですね、町の指定有形文化財としまして、本年の9月に保存工事がちょうど完了をいたしたところでございまして、今月の10月21日からこの建物の歴史的価値を企画展によりご紹介していくという企画、そしてまた建物の外観もですね、ライトアップをして夜に町内に行き交う方々に、なかなかに素晴らしいものが我が町にはあるんだなということを、近隣の方々にもしっかりとお伝えをしていきたい、その思いで今進めております。なるほど。この旧越郡役所に関しましては、この保存工事、実は引き屋工事なんかもしまして、非常に迫力ある工事でもあったんですけれども、ライトアップもあるということで、町長、これなんかおしゃれにこの魅力を伝えていこう、そんな意欲狙いみたいなものも感じ取れるんですが、いかがでしょうか？ありがとうございます。やはり自治体の、その行政というのは、そこにお住まいにくださっている方が、信頼をしっかりいただくということが大前提だと思っております。
とともにこれからの時代はですね、やはり感性であったりということにしっかり届いていく、またあのデザインをしっかり高めていくということが本当に大事な時代になってきているというふうにも思います。そんな点では町内の方々、また近隣の方々にもこの完成しました軍略書をですね、より愛していただくような仕組みをですね、一つ一つ今組み込んでいく、そんな中での取り組みでございます。さあ、さて町の人にも愛荘町の魅力を伺いましたので、 CM を挟んでお伝えしていきます。食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、実りの秋、楽しみの多い季節がやってきました。昼夜の気温差がある季節でもあるので、健康面に気をつけてください。それでは次のコーナーへご案内しましょう。滋賀の元気を見つけ出す滋賀創生ゼミナール、今回は愛荘町の有村町長をお迎えして、夢やビジョンを語っていただいています。まあ、これまでもたくさんこの有村町長から愛荘町の魅力を教えていただきましたけども、改めまして町長、今思うこの愛荘町の魅力まとめていただきますと。はい、やはり地元愛が強い方々が本当に多くいてくださる、さまざまな自治会の活動であったりですね、クラブ活動であったりとか、そういうことに本当に積極的にですね取り組みをいただいている方々が多くもともといてくださるということ、そして新住民の方々をお迎えしている、でこの方々もやはり子育て等々を通してですね、地域の中にどんどん入ってきていただいているっていうのが今の愛荘町の大きな総合力であるなというふうにも思っております。もう地元を愛する方が多いというお話ありましたが、今回はこの愛荘町民の方にインタビューをしてきましたのでご覧ください。この前も不動産屋さんと喋ってたんですけど、アパートに住んでる方が家建てたいということになるんですけども、そのまま愛荘町に住みたいという若い方が結構いらっしゃるらしくて、非常に子育てにはもってこいの町だというのがこの愛荘町の、まあ、一つの魅力だと思いますね。そうですね、公園とか、いろいろあるし、自然がいっぱいで子供をすごい遊ばしやすい環境がすごいいいなと思います。今買い物とかも結構町外まで行ってることも多いので、近くに町内に、ショッピングモールとかもう そういったものを建設、誘致されるような予定はありますか。お話から非常に子育てしやすい環境ということが伝わってきますよね。そして町長、ズバリ直球の質問でしたけれども、商業施設を誘致、なかなか難しいことだと思うんですけれども、はい、ショッピングモールですね、大変ありがたいご意見をいただいたなというふうにも思います。やはり町内でしっかりおしゃれをしながらですね、また経済活動につながっていく大事な部分かとも思いますので、そのあたりもこれからのまちづくりの構想の一つとして取り上げていきたいというふうに思っております。はい、これから楽しみですね。さて他にも町長への質問を聞いてきました。愛荘野球スポーツ少年団です。有村町長、好きなスポーツは何ですか。ありがとうございます。少年団のみんな本当に頑張っていらっしゃるんで、これからも応援をしていきますね。私はいろんなスポーツ好きですけれども、自転車が結構よく好きでですね、琵琶湖に、はい、チャレンジは大体毎年1回はできているかなというふうには思います。年1回琵琶湖ですか。はい、はい、ですね、はい。さあ他にもですね、自分の町の魅力についてインタビューしてきました。ご覧ください。川久保のイルミネーションがおすすめです。ピカ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 そんな大きくない公園なんですけど、綺麗に冬やってあるんですけど、行くな、みんなで行くな、みんなで行くな。文学書が今綺麗にね治ったので、うん、待ってたので、直す前はねもう随分傷んでたけど、やっぱり大正時代の建物やから、細部見るとすごく凝ったっていうか、粋なっていうかね、大正ロマンいうか、復活したらいいなと思って楽しみしてた。ルーブル内側、はい、臨済庫手まりがたくさん展示してます。お父さんの家にもあります。何個ぐらい。3つぐらいあります。大体町内の方は大体持ってはるんちゃう。ここ唯一臨済庫手まりを販売させてもらってます。
場所なんです。おばあちゃんたちが孫ちゃんがお嫁入りされる時に仲良く丸く円満に収まるようにっていう願いを込めて丸いガラスの中に綺麗な手まりを封じ込めるっていうお話がよくされてます。秋の紅葉これから、多分全国的に有名なんかなと思うんですけど、金剛輪寺もとにかくもみじオレンジの紅葉たくさん、少し夏の名残が残ってるような色もありで、たくさん赤いのが。いや、 VTR 見ていましても、こうやって町民の方がですね、町の自慢を生き生きと笑顔で語る、これ町のトップとしても嬉しいことじゃないですか。本当におっしゃっていただく通りで、やはり地元愛が本当に強い方々が多くお住まいでいらっしゃって、その方々がやはり地域の伝統であったり先輩からのものを今日につなげていただいてて、それをしっかり守ろうというふうに取り組んでいただいている。はい、でビンテマリであったり、そして旧越郡役所であったり、今日ご紹介したものも VTR の中で自慢として出された方もいらっしゃいますけど、金剛輪寺も出ましたね。金剛輪寺これから紅葉シーズン楽しみですよね、町長。はい、本当に参道一段一段一段を上がりながらですね、本堂にたどり着く、そのさながらに、そのさなかで見ていく紅葉というのは本当に素晴らしいものでございますので、より多くの方に、ご訪問いただきたいなというふうに、思っております。それでは最後に元気な滋賀を作るためのヒントをお願いします。はい、元気な滋賀を作るためのヒント、それは愛着と誇りです。はい、はい、これからの街づくりを、作っていくためには、やはり住民の方々に、この愛着と誇りをしっかりとふるさとに、お持ちをいただくことということが大変大事であるというふうにも思っております。この愛荘町、新住民の方々も多くおられる、その方々にもこの愛着と誇りということを、今はふるさとでないかもしれませんが、10年後20年後にはやはりふるさとになってまいります。そして現在は行政が1から10という形で、取り組むのではなく、やはり住民の方々に、しっかりと、街づくりにも参画をしていっていただく、特に民間の場合ですと、自分の商品であったりっていうのに自信を持ってご商売をされるということが大変大事でもございます。また自分のサービスにも誇りを持つということ、まさにそれは今の地方自治においても、やはり自分のふるさと、自分の住む土地に愛着と誇りを持っていただくことによって、これからの街づくりや元気な滋賀ということに直結してくるという、そのように思っております。なるほど、愛着と誇り、滋賀創生のヒントですね。さあ、今回は愛荘町の有村町長に滋賀創生のヒントについて教えていただきました。町長ありがとうございました。ありがとうございまし ました。今回のゼミナールはこの辺で、栄養と睡眠を十分にとって元気な毎日をお過ごしください。それではまた次回お会いしましょう。